Sunshine FM. 76.1. Sunshine FM. 76.1.私の本棚のコーナーです。サンシャイン FM の朝、朗読の魅力を取り上げるコーナーです。全国の朗読愛好家の方の作品朗読を聞いてもらいます。日本朗読検定協会の講師の先生方を中心に、横山美和の朗読のお仲間に物語を読んでもらっています。今朝の物語は新見南吉作、子供の好きな神様。あらすじです。タイトルの通り、子供のことを好きな神様がどんなことをして大好きな子供たちに会いに行くのでしょう。そしてどんなことをするのでしょうか。寒い冬の日にちょっとほんわりとしたお話です。朗読は奥野香織さんです。子供の好きな神様、新見南吉作。子供の好きな小さな神様がありました。いつもは森の中で歌を歌ったり笛を吹いたりして小鳥や獣と遊んでいましたが、時々人の住んでいる村へ出てきて好きな子供たちと遊ぶのでした。けれど、この神様は一度も姿を見せたことがないので、子供たちにはちっともわかりませんでした。雪がどっさり降った次の朝、子供たちは真っ白な野っ原で遊んでいました。すると、一人の子供が、雪の上に顔を映そうよ、と言いました。そこで13人の子供たちは腰をかがめて丸い顔を真っ白な雪に押し当てました。そうすると子供たちの丸い顔は一列に並んで雪の上に映ったのでした。1、2、3、4と一人の子供が顔の跡を数えてみました。どうしたことでしょう。14ありました。子供たちは13人しかいないのに、顔の跡が14あるわけがありません。きっと、いつもの見えない神様が子供たちのそばに来ているのです。そして、神様も子供たちと一緒に顔を雪の上に映したのに違いありません。いたずら好きの子供たちは、顔を見合わせながら、目と目で神様を捕まえようよ、と相談しました。兵隊ごっこしよう。しようよ、しようよ。そうして、一番強い子が大将になり、後の12人が兵隊になって、一列に並びました。気をつけ！番号！と、大将が号令をかけました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。と、12人の兵隊が番号を言ってしまいました。その時、誰の姿も見えないのに、12番目の子供の次で、といったものがありました。玉を転がすような良い声でした。その声を聞くと子供たちは、それそこだ、神様を捕まえろ、と言って12番目の子供の横を取り巻きました。神様は面食らいました。
いたずらな子供のことだから、捕まったらどんな目に遭うか知れません。一人のセイタカノッポの子供の股の下をくぐって、神様は森へ逃げ帰りました。けれど、あまり慌てたので、靴を片方落としてしまいました。子供たちは雪の上からまだ暖かい小さな赤い靴を拾いました。神様はこんな小さな靴を履いていたんだね。と言ってみんなで笑いました。そのことがあってから神様はもうめったに森から出てこなくなりました。それでもやはり子供が好きなものだから、子供たちが森へ遊びに行くと、森の奥から、おーい、おーい、と呼びかけたりします。子供の好きな神様、新見南吉作、おしまい。今日みたいな寒い冬の日にちょっと心が温かくなる、そんなお話でしたね。朗読は奥野かおるさんでした。ご本人よりのメッセージです。朗読プロフェッサーとして、そして朗読家として日々勉強中のかおるです。活動としては YouTube の朗読ルームチャンネルを運営、またオンラインレッスンで朗読教室を開催中です。東京都内の喫茶店で行われる朗読会、年数回開催してます。ご本人も登場しますし、プロデューサーとしても活躍されています。そして来年5月なんですが、このカオルさんと私横山美和も出演の朗読会をただいま企画中です。またご案内できればと思います。私の本棚でした。